とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。バブルの強さがわかりません、ということですね。おそらく、新規の方か、復帰された方、どっちかなと、思います。今までずっとやってた人っていうのは、バブルの強さっていうのは、わかると思います。バブルっていうのは、最強装備なんですよ。最強装備。なぜかっていうと、敵をワンパンで倒すことができる。HP がどんだけ高くても、ワンパンで倒していけるので、バブルは強いんです。ただ、それにあたって必要な装備っていうのがあります。まず、バブルバースターか、バブルの弓。これは必要ですよね。さらに、防具。防具のスキルで、一瞬無敵になるっていうスキルがついてると、これが可能になります。今日は、これ、発光するイカの防具を使って、進んでいきたいと思います。ノンストップでいきましょう。それでは、デイリー3のアンダーホールに行きたいと思います。結構難しいとこなんだけども、楽勝でいけると思います。防具には一瞬無敵になる防具。そして弓にはバブル系ですけども、細かいことを言うと、防具には、無敵。さらにクールダウンを入れてください。そして弓にはバブル系で、クールダウン編成だね。クールダウンショットと、アーティファクトシナジー、もしくはロールチャージ、バーストボーストリング、そこら辺を入れるようにしてください。そうすると大丈夫です。こんな感じで敵をワンパンで倒していけてますね。で、ただし、ワンパンで倒せない敵っていうのもいます。いる。でも、そいつらも倒し方があって、ワンパンで倒せるやつの近くで、倒してやると、ワンパンで倒すことができます。このバブルに入れて、それを誘発させて倒すっていう感じだね。うん、ちょっとわかんないかもしれないんだけども、バブルに入って、バブルが弾けるときに、ダメージを与えます。そのダメージがものすごいので、敵をガシガシ倒すことができるっていうことですね。まあ、今のも、普通ではなかなか倒せなかったと思うんだけども、バブルバースターだったら、今の感じでザーッと倒すことができました。で、これはね、弓が結構必要になります。弓が結構必要になるので、矢がね、矢が必要になるんだな、弓じゃなくて。なので、矢がね、不足すると、一気にやられちゃいます。なので、矢を切らさないようにしましょう。まあまあ、切らさないようにって言っても、なかなか難しいんだけどね。まあ、極力、矢を切らさないようになんとかね、戦っていくようにしましょう。宝箱を、極力取っていくとか、そういうのをしていくと、ちょっとはマシになってくると思います。はい。で、今、出てきたこいつ、このゾンビ。これがね、弱点です。弱点。エンチャントで変更っていうのがついてると、ものすごい弱いです。変更が来ると、本当にやばいので、変更の敵だけは、なんとか、近接で処理をしていきましょう。もう変更だけはね、ダメなのよ。変更には弱い。まあ、それは覚えておいてください。まあ、弓系はね、大体そうだと思うんだけど、うん、変更には弱いので、注意が必要ですね。でも、あとは、別に、トゲとかでも大丈夫なので、ガシガシ進んでいけると思いますよ。とにかく変更には注意。うん、変更だけだ。あとは何とでもなるんで、大丈夫です。ちょっと待って、変更のやつがいるな、また。まあ、無視していくっていうのも一つの手ですね。変更のやつが出てきたら。キャプテンは全部一応倒そうと思いますけども、いるかな？大体いる場所ではあるんだけども、キャプテンも探し、あ、いた！取りますね。取って、扉を開けてからキャプテンを探すようにしましょう。おっと、こいつ。
あ、で、変更の敵も、バブルに当ててあげれば倒せるので、まあ、うまいこと敵が密集してるところ、そこにね、誘導してあげて、同時に倒すっていう方法も、できます。ただちょっと難しいけどね。ちょっと難しいけども、敵の密集してるところに連れて行って倒すようにしてください。結構難しいですね。よし。キャプテンいる。どこだ？いた！で、キャプテンも、ワンパンでは倒せないです。なので、敵をキャプテンの周りに、連れて行って、で、それで、バブルを誘発させて倒すようにしてください。そうすると倒せるんでね。OK。とりあえず、キャプテンも、この回は全部倒しましたので、下に行きます。問題ない。あ、なんか、いるな。変更がいるな。で、キャプテンいた。はい、倒した。で、敵のね、HP が何パーセント増えますよとか、そういうやつが出ても全然 OK です。もうとにかく HP 関係なしでワンパンで倒していけるので問題なしですね。あ、今のも変更のやつがいたんだけども、周りをバブルに、絡め取って倒しております。下から行くか。こっちから行きましょう。ただね、このね、バブルビルド、ものすげえ強いです。ものすげえ強いんだけども、やりすぎてると飽きます。なので、ほどほどがいいかな。うん、どうしてもクリアしたい場所があるとか、うん、そういう時にはやってもいいと思うんだけども。それ以外だったら結構飽きてきますので、注意が必要です。あ、やばい！矢がなくなった。あー、よかった！出てきてくれた！ギリギリだったね。ギリギリだけど、矢がなんとか出てきてくれました。矢がなくなると本当に死んでしまうのでそこだけは注意ですね。あとキャプテンがもう少しいると思います。あ、いたいたいた。はいはいはい。とりあえずザコ敵をどんどん倒しておきましょう。はい、まあね、ご覧の通り楽勝です。ナイトモード来ても大丈夫です。うん、ナイトモード来てもむしろ経験値が美味しくなっていい感じですよね。何度も言う通り、注意すべきは変更の敵だけ。あとは何とでもなります。はい、倒した。これで全部ですかね。全部取りました。あとはクリアするだけ。あー、変更だ。変更がいる。ここはどうしようもないな。ああいう時はもうどうしようもないです。幽霊マントとかをつけて、一気に抜けるとかそういう風にしていくといいですかね。うん、それぐらいしかちょっと方法がないので、これはきついこれはきつかった。ちょっと待って、こっち側からかい。オッケー、抜けたー。はい、ではクリアですね。まあ、デイリーさんとかでめちゃくちゃ難しいとこであっても、このバブルビルドを使えばめちゃくちゃ簡単にクリアすることができます。うん、まだ、持ってないっていう方は、今度ギフト会とかもやるので、そこでゲットしてみてもいいかなと思います。あとね、マルチプレイではあまり使わない方がいいと思います。まあ、使っても、うん、たまにはいいとは思うんだけどね。ただ使うと、処理がね追いつかなくって重くなるのよ。重くなって、落ちることも多々あるので、マルチプレイではそんなにおすすめできません。それは覚えておいてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。